やはり積極的に参加していただきたいと。うちに閉じこもっていれば絶対年取っていきます。病気も発生します。いろんなところに出ていくことによって心も体も豊かになって病気にはならない、まあ、おめでとうございます。皆さん拍手で作りました仕組み枕が記念品として贈られます。この枕にはそれぞれお手紙が添えられております。今日は平田で高等学校から斉藤美希さん、高橋葵さん、関先生にお越しいただいております。おめでとうございます。お席に戻ってください。町行くら斉藤米さん、それから103歳の向井久保さん、佐藤春治さんのお二人です。今日はこの会でございますので乾杯の温度を取らせていただきます。乾杯。ありがとう。